さあということで、今日はモンパチの清作さんに来てもらってます。ということでやっと来ましたね。居心地いいね。二人で歌うが。ソファーで。ソファーで。ゆっくりながら。まったりと歌うがこの兄弟で。本当の兄弟ではないんですけど、絶対こう。伊豆が結構インスタとかで清作さんの写真とかあげたら、本当にコメントに兄弟だったんですねっていう人が何人かいるわけよ。この間の両親。そう見た。いや、なわけないじゃん。まあ一応似てるんだけどね。そんな感じで、じゃあ今日は もう光栄なことにもう本人もいらっしゃるので、モンゴル800の歌を歌わせてもらいます。誰もが知っているの曲ですね。タイトルどうぞ。タイトルどうぞ。びっくりした。今から今から何を歌う。あ、そういうこと。じゃあ小さな声の歌を。小さな恋の思いは届く小さな
高。いやー、よかったですね。いいっすね。なんか新鮮じゃない、あのウクレレも持たずに人に弾かせて歌ってまあまあ、どうすか、まあまあくつろぎながら、まあ、なんかね、あの後ろでほらいつ見えないからさ、前でこうやってるから、後ろでなんかあのすごいでかい人がこうやってベビーケーこういうのなんかねめっちゃ力抜いて歌ってる感じがすごいして、いやなんかいいなと思いましたね。イーズバージョンいいな。あ、いいですか。でもこの歌ね、すごくもう本当にね、もう日本中の世界中のみんながこう歌ってくれてるので、私もね、ちょっとあの一緒に歌わせてもらえるっていうのは本当にすごい光栄なことでしたね。しかも本人となんでね、本人となんで、いや、あの実はね、あの2人であの結構いろんなトークもしてますね。いや、で結構あのみんなね、あの清作さんのインスタとかも見ててもそうだけど、結構ほらライブするじゃん、インスタライブ、うん、飲みながらね、いろいろこう歌ったり してるんですけど、なんかね、あの見るたんびに毎回あんまこう喋ってる感じがないわけ、イメージ的に、うん、なんか飲んでなんかポトポトポトって喋ってで弾いてまた飲んでつまみ食ってポトポトポトって喋ってっていうイメージしかなくて、今回あの本当にどれだけこの人が喋ってくれるんだろうかって心配もあったんですけど、だってプライベートで別のとこだっても全然喋らんじゃん。そうね、なんかふわーってほらよくいるじゃない、あのテレビとかの前ではめっちゃ喋るとかめっちゃ喋らないとか、でもプライベートに戻ったらなんかすごく喋るよとかなんですけど、なんか清作さんね、多分なんかあんまり変わってる感がしないわけですよ、ね、どっちもあ、でもずっとこんな感じよ、こんな感じよね、飲んでもこんな感じさ、飲んでもこんな感じ。そう、だからどうなるのかな、こんななんかトークってできるかなみたいなことをちょっとマネージャーに相談してたんだけど、まあ喋る喋る、まあ喋る喋る、ね、結構喋ったんじゃん、この間予定より結構喋りましただいぶ押して、本当はこれを同じ日にしなきゃいけなかったのが、あの、押しすぎて2回目だった。内容がさ、うんうん、濃すぎたから、あ、そうよね、どん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 やっぱその、うんうん、まあ思い出なり慣れ初めなりそのどんどん回想していくんだけどっていう、いっぱい喋りましたいやでもあれじゃ足りないよ、イズはあれでは、ね、でももう今回はね、もうみんな本当にね、イズの YouTube に初めて清作さん出てきあのくれたっていうことで、もう本当にありがたいので、たくさんの人に見てほしいなと思います。ありがとうございました。よろしく。